はい、どうもどうも皆さんこんばんは。ですね、今日は見ての通りもうかなり暗いです。今何時だったっけ、10時前、9時半ぐらいかな。でね、この動画を撮る予定は全くはしてなかったんですけど、どうも本当にね、間接的だといっても皆さんとお話がしたくて、ちょっとイレギュラーで撮ってみようかなと思って、まあなんといってもね、この裏チャンネルは、まあ本当にね、何も気にすることなくいろいろね、もう一番素直になれる場所でもありますので、ここで話すのは本当にいつもとても楽しいです。まあ聞いての通りまだ救急車結構走ってるし、状況が今何とも言えないんですよ。最高に綺麗な春日和が続いてるんでね、みんながからしてみたらこのように、なんと言ったらいいのかな、コロナが、地獄にね、ずっと国が、入ったまんまという感覚はないんですよ。もう解除が部分、ロックダウンの部分的だと言っても解除されてきたし、もう大丈夫だろうなってなんとなくね、すごい楽観主義が、目を受けてるんですよ。昨日はミラノのね、郊外にあるナビッリといったミラ運河なんですよ。それはですね、あそこが紅の豚の舞台にもなった場所なんですけれども、あそこにね、いろいろな人が、集まったんだね。すごい本当にね、もう3密の塊だったんですけれども、もうどうも、もうあまりにもね、春日和って本当に美しい天気がね、美しい素晴らしいお出かけ日和が日にちがね続いてるので、もうそれを見ちゃうとね、もうコロナなんて頭から吹っ飛んちゃうんだよね。それがちょっとやばいことなんですけれども、でもまあもうだいぶ暖かくなってるし、しばらくないと落ち着くんじゃないかなと言われているんだよね。まあだからその分、ロシアとかね、普段だったらこっちよりずっと寒いところはちょっと暖かくなって、逆に今流行りだしてるんでね、まあ、おそらく、レンジがあるんだよね。この湿度とこの温度に入ってくるともうどうしようもないぐらいやばい感染度、感染力を持つで、イタリアがそれ脱出しつつあるんでね、まあ、と思いたいんですね。本当にそれと思いたい。どうなるか分かりません。でね、まあ、自分としては、またおそらく帰れるとしてもね、いつだろう、7月ぐらいかもしれませんけれども、まあ、今ねちょっと帰りたい気持ちすごくいっぱいあると、ちょっとね、実家いろんな意味でね、今ちょっとしんどい状況なんで、私すぐ帰りますっていうのもなんか悪いなっていう気もしますし、ちょっとやっぱ迷う時期ではかなりあります。まあ、エミレーツは7月ぐらいになったらもう飛ぶと言われたんでね、まあどうなるのかっていうことなんですけど、それとね、ですね、まあ最近のね、まあいろいろな、動画、それはまあ本当に自分がだって誰か動画撮ってくれる人がいないので、自分で全部もちろん撮らないといけないんで、料理の動画とか、まあ、料理手伝いとかね、うちの間料理作ってる時撮ってるだけなんですけど、とかこういう、畑、今は何も映ってないけど下に畑があります動画とかね、まあ、あれは本当にど素人適当に撮ったもんなんでね、とても見にくい、作りにはなってると思うんですけど、あ、そうそう、今日はね、やっと
ミノフスキ粒子を、じゃなくて、農薬を散布してきました。ずっと農薬散布せなあかんかったけど、ちょっと風がね強くてなかなかできなくて、もう50年前のオンボロトラクターで、もう俺と親父とおかんが3人で、もうマジでちんたら3人トリオなんだよ。もう誰がうちらの動画撮ってたら本当に笑いだと思うよ。もうトラクターがもうエンストを起こすわ、もう農薬散布のあのあれなんだね、ホースの方が途中で取れるわとかね、もうどうしようもない。ああ、もう なんとかはい。でね、このチャンネル自体は僕もここ落ち着いたら、チャンネルはもちろん畳むつもりはないなかったけれども、でももう、コロナ落ち着いたら動画上げるのも、やめとこうかなと最初は思ってたんですけれども、今ねあの、まあ、このようにね、間接的やといっても、皆さんとねこのいろんなあの会話、できたりとかね、いろいろなこの触れ合いがあって、個人的にはねとても楽しいんで、これからもやれたら僕やりたいと思います。まあもちろんね、あの再生回数はとても減ってます。自分でももちろん見て分かってるんで、最近はねあのオフィシャルのチャンネルで上げても、まあうまくいっても1万回すごくうまくいったらね、だいたい 5,6,000 回が今回今普通なんですね。ちょっとぐらい前までは一桁多かったんですけど、まあ、それはねもちろんこの自分の能力のなさっていう一番なんですけど、あまりにもね素人すぎるんでね、動画の作り方は分かってます。それでもなんといってもね、一番の理由がそれはコロナが、まあ、特に日本においてはかなりおかげさまで落ち着いてきたっていうことなんですね。本当にね、まあ、それは日本人の民度の高さとかいろいろなことが、まあ関係してると思うんですけど、日本ではかなり落ち着いてきた。ここでは、まあ、うまくいけば本当にね、しばらくの間は、マシになっていくと思うんでね。つまりコロナというもの自体が、まあ、メインテーマではなくなってるので、あの社会の中ではね、まあ、だからそれに必然的にこのチャンネルの再生回数も、まあ、減ってるんですよね。で、まあ、はっきり言って僕からしてみたらそれはね、もう良かったと思いますよ。もう別にね、まあ自分からしてみたらそれこそね、もうかなり激変した収入をちょっとだけ好転でも、できたらということもあって広告つけさせていただいてるんですけれども、それでもね、もう一番大事なのはこの恐ろしいウイルスがちょっとだけ落ち着くことなんですよ。別に再生回数はもう4000だろうか3000だろうか2000だろうかそれはでいいんです。ほとんどお金にならなくても構わないんですよ。もうちょっと世の中はね本当に平和になってくれたらそれは一番嬉しいと思います。だからもう帰って、あの俺振り返ってみれば帰ってきてここに閉ざされてしまって、取り残されてしまって戻れなくなって、まあ始めたチャンネルなんですけど、まあね超緊急事態がもう終わってると思いたいんでね、それによって再生回数がもう必然的に減っていくのはもう全然そっちの方がある意味でありがたいです。だからといってもうこのチャンネルはまあやめるつもりはまあ僕はそんなにあのないので、これからもねもちろん裏チャンネルもそうだし表チャンネルはこれからもね、裏チャンネルといったらなんか響きが悪いな、セカンドチャンネルね、ただもっと本当適当にどうでもいいつたない話をして、でその短い動画上げたりするチャンネルなんですけど、皆さん知ってるように中華この話メインチャンネルに載せようか、裏チャンネルに載せます。、ま、いつかメインチャンネルでも載せるかもしれませんけど、
いやいや、これはね、もう本当にユーラチャンネルだけ用の、どうかに 最初そう決めてたんだけど、これはします、まあ、そういうことなんですよ。だからもう全然、まあ確かにね、最低限 あの再生を取るには1万回の再生回数がないとほとんど金にはなりませんけれども、僕は別にね、それよりはもう精神的にとかね、気持ちの面では、この2つのチャンネルを回すことはとても楽しいことなんでね、これからも全然やります。特に大阪帰ったらもうやめようかなと正直思ってました。もう自分の日本に帰ったらもうあまりにもね、このイタリアのことをねやったりとかね、報告できたりとかねすることはもう何も物なくなっちゃうんで、もうどうしようかなと思ってたんだけれども、まあでも、もしかすると日本に帰ったら毎日は更新できないかもしれませんけれども、まあ、更新するようにはあのちょこちょこやりたいと思います。どういう、テーマについてやるかはまだ何も決めてないし、気をつけないとバラバラになってしまいそうなんでね、まあ、自分の趣味のそしたら玩具載せたりとかね、この観光地行った時にこの動画載せたりとかね、もう適当になりすぎるんで、まあそれについて、まあ、また後でね、日本に戻ってから、まあ、少なくとも2ヶ月ちょっと先なんで、まだその時は考えます。あれ、気づいてみた12分喋っちゃった。セカンドチャンネルでこんなに長い動画普段上げないんで、まあまあまあ今日はね、なんとなくごめんなさいね、あのいつもなんですけれども、何の取り留めのない、動画になってしまったんですけど、では皆さんそろそろ、おやすみなさい、またね、元気に、明日も行きましょう。それではおやすみね。